てかヤドちゃんってさ、うん、あんまり悪女的なエピソードないよね。あ、確かに。そうなんですよ、お二方と一緒に日本三大悪女って数えられるのはすっごく光栄なんですけど、うんうんうん、正直恐れ多いんですよね。なんかさ、悪女って言われるようになった自覚じゃないけど心当たりとかないの？あ、あれじゃない、ヨドちゃん側室じゃん、うん、その分際で跡取り産んだから正室の高段位さんがよからぬ噂流したとか。トミコちゃんだったらしそう。私だったらそんな側室島流しにしますよ。怖い怖い怖い。今回の僕らの戦国時代も日本三大悪女と呼ばれる北条政子さん、日野富子さん、ヨド殿さんの3人。ラストは悪女と呼ばれた結果自分の身に降りかかった災難や根も葉もない噂が書き記された読み物について語ってもらいました。実際はどうだったの、性質との関係。あ、なんかよくかかさまとうまくいってなかったみたいなことを言う人いるんですけど、うん、旦那の秀吉が亡くなった後はそうでもなかったんですよ。てか側室に旦那とか言われたらイラッとくるかも。いや、あんたの旦那じゃないんだからいいじゃない。側室に厳しすぎ。自分だって側室の家打ち壊してるじゃないですか。いや、そりゃ私に直接害をなす側室はだよ、別よ。お二人が正室じゃなくてよかったです。じゃあさ、正室の仕業じゃないとすると他に心当たりは、うんうん、やっぱり徳川の人間に嫌われてたからですかね。あ、相当言うこと聞かなかったらしいもんね、うんうん、一応大阪の陣の頃は、うんうん、豊臣家を背負ってるみたいなところあったんで、うんうん、必死でしたよね、うんうんうん、でも今考えるとそれが良くなかったのかも。え、なんで？豊臣家の人も敵に回したっぽいんですよね。え、豊臣家を背負ってたのに？お前が背負うんじゃねえよ的な。まあそういうことですよね。あと中途半端に背負っちゃったんで、天下の豊臣家が滅びたのはあいつのせいだって責任まで背負わされちゃったんですよ。はいはいはい、悪女にありがちなね、うん、やつだね。権力手に入れようとしてみたいなの言われがちですよね。言われる、うん、もうその後は好き放題書かれましたよ。江戸時代の書き物って娯楽要素強めだから特にひどいよね、うん、本当にそう、うん、例えばまず淀君って呼ばれ始めたのも江戸時代以降なんですよ、うん、ああ呼ばれてたね、うんうんうん、あれってさ、カトパンとかアヤパンみたいなパンじゃないの？ああ、うん、それが遊女とかを呼ぶ時に使う遊君とか辻君の君なんじゃないかって言われてるんですよね。諸説ありますけど。うわあ、それショックだわ、うん、ですよね。それ以外にもスケベな女みたいな書き方をされてる読み物も多くて。まあそう書いた方がさ、興味本位で売れるんだろうね。民衆はそういうの好きですから。何は肘録っていう読み物で、大院公職、恥を知らざる婦人にまで成り下がるとか言われてましたからね。大院公職ってエロそうだね。何は肘録ってタイトルがもうすでにやばそう。実はナックルズと同じぐらいだったね。 あるあるある。わかるわかる。まあでもそれぐらいならさ、噂程度で済むからいいけどさ、なんかこうファンタジーとかホラーっぽく書かれたことない？あります。蘇我物語っていう読み物があって、うんうん、私と旦那の馴れ初めが書かれた本なんだけどね、うんうん、妹が実月を手で掴む夢を見たっていうふうに聞いて、うん、私がその夢は災いをもたらす夢だって言ってお金を払って買ったらしいのよ、うん、妹の夢をですか？そう。でもなんか夢を買うってちょっとロマンチック。でもね、その記者が言うには不吉な夢をね、お金を払って買うことによって吉夢に変わるって言われてるんだって。もう記者って呼んでるんですね。そうそうそう。その実月を手に入れるっていうのは、後に天下を治める頼朝さんと出会うっていう予知夢だったっていうことですか？らしいよ。それをね、夢買いって言うんだって。へー、それってロマンチックだからいいじゃないですか。で、本太閤記っていう読み物に出てくる私なんか、うんうん、もう人間ですらなくなっちゃってるんですよ。え、どういうこと？その記者が言うには、うんうん、私は永遠の美を手に入れるために謎の僧侶を呼び寄せて法力を使って美しくなろうとしたらしいんですよ。法力？何それ、めっちゃ面白そうじゃない？そのやり方っていうのが、うんうん、まず私の内股の肉を一寸切り落とすらしいんですよ。なんで？内股じゃないとダメなの？内股？そうなんじゃないですか。詳しくは知らないですけど。それで？で、そのお肉を大蛇に食べさせるらしいんですよ。大蛇ってどれぐらいの大蛇？いや、知りませんけども。え、だって、大蛇ってさ、どれぐらい大きかったら大蛇っていうのか、大蛇の定義がまず分かんなくない？確かに確かに。あ、で、今度は
私の内股の肉を食べた大蛇の肉を一寸切り取って内股に移植するんですって。どういうこと？待って、大蛇の場合はどこを切り取るの？大蛇に内股の概念ってある？そこはわからないです。痛いの？え、今内股が一寸分だけ大蛇になってるってこと？いやー、やってないですよ。勝手に書かれたよっていう話です。ああ、そっかそっか。で、どうなったの？日に日に美しくなっていったらしいです。それどうやる？綺麗なんだけど内股の一寸分だけ大蛇。どうかな。内股のどの辺？一番柔らかいとこだよね。痛そうじゃないですか？ただ最初は美しくなっていったんですけど、急に顔が朱色になって頭から炎が出たらしいです。どうなの？頭から炎、綺麗なんだけど顔が朱色で頭から炎。綺麗なんですよね。綺麗綺麗。あ、でも炎は嫌かな。さらにまだあるんだ。口が耳まで裂けて舌が伸びたらしいです。口が耳まで裂けて。うわ、炎の方が嫌かな。嫌です。そんなことまで書かれたんですよ。ひどくないですか？ヨドちゃん嫌われてたんだね。そう考えると心当たりないのに悪女にされちゃうより、悪女な自覚あった方がまだマシなのかな。悪女にもいろいろあるんですね。そうね。次回の僕らの戦国時代はイケメン武将としての逸話も多い片倉重長さん、高坂正信さん、名古屋三三郎さんという3人。果たしてどんなイケメンエピソードが繰り広げられるのでしょうか。お楽しみに。この動画が面白かったと思ってくれた方は高評価の方をお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお頼み申したぞ。バイバイ。